テムス。ゲームに登場する危険な行為は絶対に真似しないでください。絶対に真似しないでくださいね。リアルで危ないので。良い子の無人島生活取ったど。良い子の無人島生活、任天堂 DS のゲームです。2008年に出てますね。テレビ番組などで有名なのでね、もう皆さんも知ってると思いますけど、僕もね少し見たことあるんで、多少は知ってますんで、ではやっていきましょう。荒れ狂う大海原を颯爽と突き進む船、その先頭に立つ男たちがいた。おいた。それはもちろん我らが良い子の浜岸とアリノ、そしてシャクレだ。おお。今回良い子は謎の無人島へと向かっていた。向かっていた。あれや、あの島や。すごい絵がうまいな、これそっくりやな、これもう帰りたい。そっくりやないか、これ顔。そっくりやないか。じゃあなんとか頑張るわ。よし、その調子や。果たして良い子は辛い試練に耐え、この島で伝説を達成することができるのか。はい。ということで、取ったど。良い子の無人島生活。よし、伝説を一緒に残しましょう。プレイヤーの私もね、頑張りますよ。はい、ということで行きましょう。向かっているのはこの無人島。どのようなところなのか全く分かっていない。綺麗な海だ。謎の島である。いや、これ綺麗な海だよ。なんだ、なんか光った光った。そこに生きるために必要最低限の道具、そして調味料と小麦粉を持参。お、調味料結構あるな。これだけでは生き残れないが、食べ物はこの島にある。なるほど。無人島生活1日目。ここをわしらの拠点にしよう。よし、拠点にしましょう。え、えらいあっさり決めたな。なんでここにしたん？オーシャンビューやん。シャック、お前も頼むで。1週間この無人島で頑張るぞ。頑張るぞ。ああ。ここから2人は分かれて行動する。あ、別れて行動するんだ。それぞれが頑張れば快適な無人島生活を送れるだろう。役割分担、なるほど。よっしゃ。じゃあ僕らが今日やることを決めてください。よっしゃ。それじゃあ僕はどうしようかな。あ、ここ3つあるね。なんか海の岩のとこ。あ、ここは釣りか。なるほど。はい、やりましょう。皆さん、ご唱和ください。はい。え、ご唱和ください。はい。ご唱和って何や、叫ぶの。そうや、この顔のマークが出たらマイクに向かって叫ぶんや。よっしゃ、わかった。それでは、皆さん、ご唱和ください。はい。3、2、1。マッサル、マッサル、マッサル、マッサル。ダメ。はい、もう一回。はい。はい。3、2、1。マッサル、マッサル。よし。お、よかった。じゃあ、潜る場所を決めようか。コース1、2、3はまだ出てないな。コース1に行きましょう。はい。よっしゃー。よっしゃー。テンション高えなー。テンション高え。お、飛び込んだ。よし、森で魚をつけ。これね、やってみたかったよ。こう森で魚つくのね。で、捕まえる。欲しい魚をタッチして、戦いパートへ進め、先へ進むほど酸素を使うぞ。はい。これ、絵がうまいな、これ。これ、ドアップなっとるな、これ、顔が。ドアップなって驚いとるぞ、これ。下にはなんか魚が何匹かいたな。いた、いた、いた、いた。これ、つくのか？浜口 vs ベラ。よし、よし、着くぞ。おい、よし、着いた、着いたぞ。よ、よし。お、捕まえた、これ。よ、取ったぞ。来た、これ来
たー、これ。よーし、取った、これ。取ったぞー、来たー、これ。よし、他に魚はいないか？おっと、なんかおった。よし、これも行こう。浜口 VS ベラ、またベラか。よし、着くぞ。よし。ダメか？ミス？やったー！取った！取ったろー！取ったろー！これ一緒になってる。これマイクマークが左上出てるからね。取ったろー！酸素も減ってきてるから、どんどん取っていこう。よし、また泳いできた魚が2匹。あ、なんか、もう1匹の、これ違う魚じゃないか？ベラじゃない、ないよ。アイゴだ！アイゴ来た来た。VS アイゴ。よし、着くぞ！よーし。あー、逃げた！くっそー！逃げられたな、これ。逃げられたよ、これ。またいた、なんか。よし！姫路！よし！よし！くそ、これ逃げるな！逃げるな！逃げるな！あ、逃げられた、くっそー！畜生、これ。難しいな、おい、これ。難しいな、おい、これ。いた。スズメダイ。よし、ダメか。よし、取った、取った。行こう、行こう、一緒に、言うよ、言うよ。取ったどー。オッケー、取った、二匹目。二匹目取ったぞ。おお、早っ。何、今の魚。えらい早かったけど。何今の。え、どこ、あ、おった、おった、奥にいるぞ、おい。なんだこれ。何これ。何この魚。酸素ももう残りわずかだよ。あれタッチしてもいけない。あ、いた。これ、でかい、魚。アイゴ。よいしょ。よし、取った、一発。一発、やった、よっしゃー。行くぜ。取ったろー！オッケー。いや、おもしれ、これ。うわ、早っ、今の。今の魚早っ。あ、苦しい。もう酸素がない。酸素がない。これ、浜口さんの顔がもう苦しそうだ。浜口さんの顔が苦しそうだ。あー、魚ちょっと見落とした、今。あ、終わった。でも3匹取ったからいいんじゃないか。評価どう？いまいちか。いまいちか、おい。テンションちょっと下がった？まあ、しゃあないか。で、手に入れたものを記録された。はい。取ったと5勝はボーナス。で、テンションレベル3いったね。スペシャルテンション。はい。ちょっとまだわかんないけど。まあ、とりあえずテンション上がった方がいいっていうことね。じゃあ帰るか。はい。アリノ、待ってるかな？アリノさんの方はどうなったんだろう？あ、またゲームへ。これで一回またメニューに戻って、じゃあゲームへ行きましょう。そしてアリノと、アリノはといえば。よっしゃ！お？浜口くんより、でっかいもの釣るで。あ、そっか、釣りだったね。魚のところに浮きを動かせ。浮きが深く沈んだ時にアリノを起こせ。大きい声でも起こせるで。はい。おう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 。浮きを動かす。どう？うわー、ダメかー。残念。今、釣れたと思ったんだけどな。釣れたと思ったんだけどな。大きいの釣ろうよ。おい、アリノさん、寝てる。寝てる、起きろ。起きて。起きて、これ。どうやってやるの？起きて。これどうやって起こすの？まあ、いいか。あ、あ。わかんねえ。起きて。寝とる。鼻風船出てる。どう？うわぁ、釣れない。いや、めっちゃ難しいな、これ。どうやったら釣れるんだよ。ちょっと大きいの狙うぞ。大きいの来い。来ないか。よし、どうだ。あら、釣れない。
なんで？マジ難しいんやけど。有野さん頼むよこれ、釣れないよ。オッケー。これドンピシャ、ドンピシャいった。よし、釣れた。これカサゴかな。取ったどー。釣ったどか、釣ったどー。よし、どんどん釣っていきましょう。なんか、分かってきた。タイミング。よし。あ、終わりか。残念。終わったな。結局2匹かな？釣れたの。ホウボウと、ベラか。いまいちだ。難しいな。やっぱ無人島生活って難しいね。生き延びるって難しいね。あ、でもテンション上がった。ありがとうございます。テンション上がってきたぞ。これ夕方になった。元気ない顔してるな、有野さん。これじゃあ浜口くんに合わせる顔ないな。どうやった今日は。今日の獲物はこれや。おー、立派な魚。おー、やったな。やったな。やけどな。お前はどうやったんや。こっちはこんな感じです。こっちも釣れてます。苦労したよ。うん、苦労した。今日終わったことを話し合ったよい子。この後、よい子の演奏が無人島に響き渡る。よい子の演奏が無人島に響き渡る。少し元気ないな。そうかな。よーし。浜口さんは元気やな。わしと一緒に踊るんや。なんで？ノリノリに踊って元気を出すんや。マッサルサンバ。マッサルサンバ来たこれ。また。リズムに合わせて楽器を叩け。いろんな楽器をたくさん叩いて良い子をノリノリにさせよう。はい。マッサルサンバ。スタートや。はい、スタート。リズムに合わせろ。はい。たくさん叩け。てて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 てトン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 、はい、トン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 、はい。これでいいのかな？いいぞー。おー、ノリノリのさんいた。マッサル。はい、マッサル。はい、上げていこう。はい。はい、テンション上げながら、はい、トン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 トはい、ポン、トン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 、ポンポンポン、トントントン、ポン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 、テンションマックス。あれ、おお、すげえ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 。マッサル、マッサル、テンション上げていこう。いい、いい、うわあ、マッサル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 、おっしゃー、マッサル。マッスル、はい、フィニッシュ。準備はええか。トゥーン、ポン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 いや、いきなり神業いただいたよ。すごいな。俺すごいな、これ。いきなり神業いただいたわ。これはもう無人島生活も、これなんとかなりそうです。やったな。ノリノリやな、アリノ。おお、テンション上がったね。そういえば腹が減ってきたな。次は夕ご飯の用意やな。はい。ということでね、無人島生活。まず1日目、最後にね、テンションをね、こう爆上げでいって、神業をいただいたんで、これはもう生き延びれるでしょう。はい。ということで今回はね、まあ、一旦終わりたいと思います。では次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。